皆さんこんにちは、佐田春です。よいしょー。ええ、ハゲハルでしょ、あんた。ハゲハルですね。何してんすか。何も待ってたんですよ、うん、早く始めよ。めちゃめちゃ声聞こえたってますよ。え、はい、ゾウさん来た。はい、ゾウさん、佐田春です。よいしょー、よいしょ。今回ね、はい、ゾウさん来た。ゾウさん、ちょっと開けてみようかな。じゃあちょっとカメラ上から撮る。上からテーブル撮る。まあせっかく佐田春さんいるけど、佐田春さん映さないでゾウさん撮る。せっかくコラボなのに。コラボなの。コラボゾウさん見ようよ、ゾウさん。ゾウさんの方が大事ですもん、ゾウさんね。ゾウさん1180円。ゾウさん、ヨドバシカメラで。ヨドバシカメラ1180円。ゾウさんです。組み立て塗装済みのゾウさんドライバー人形が。おわ、うん、かわいい。しかも見てこれ、 S2 かと思ったら VZ のゴールド。 VZ だ。 VZ ゴールド。 VZ ゴールド、すごいねこれね。でゴールドどんな感じなのかちょっと気になるっすね。開けてみる。開けましょう、せっかくなんで。ゾウさん開けるよ、パカッ。お、最高。最高とパカッと混ぜんじゃねえよ。で、ゾウさん、おフィンタイヤ。フィンタイヤだ。何これ。お、かっこいい。メッキ、そんな感じ書いてあった。なんかメッキっぽくない感じに見えるけど、しっかりメッキ。メッキ、しかもブロンズメッキ。ブロンズメッキ、カッパーメッキって書いてありますよ。マジで。あ、綺麗だね。綺麗、いいですね。なんか新しい10円玉みたいな色。軽いっすか。本当だ。うん、軽いかどうか分かんないけど、まあ、普通だね。なんかゴールド系の素材軽いんですよね、うん、なんか。あ、そうなんだ。めっちゃ軽く感じるんですけど、僕だけですから測ったことないんで分かんないですけど、まあ、正直ね、ちょっと測ってみないことに分かんないからあれなんだけど。まずじゃあこれは普通の PP だね。 PP6.5 OK、 ギョーです。これはどう思う。じゃあそれ持ってみる。あー、持って。俺ね、重いんじゃねえかってちょっと思う。重い。え、僕軽いんじゃないかな。なんか軽いような気します。僕は軽いと思うんですけど、なんかどうなんですか。本当わからん。軽いような気もするし、重いような気もする。軽い気がするけどな。軽い、同じぐらいな気もするけど、うん、多分 6点いきます。はい、6.5。 一緒やー。一緒やー。あ、でもシルバーとかもあるよ。あ、シルバーやってみる。重い。 0.0。 え、シルバー 7g ある。明らかに違いますね、それ。これ何、これ PP だよ。 PP、 顔料で違うのかな。なんか 0.1 ちょっと増えてる。 6.9 6.5。これ一緒でシルバー。シルバー重い。そうなんだ。これはあのちょっと違うやつだけど。違うやつね。違うやつ。これも PP。7グラム。お、重い。まあでもちょっと違いますからね。うん。これ同じ PP だよね。同じやつ。6.5。メッキ剥がしたら軽いとかじゃないですかね。あー、それはある。なるほど、うん、これコーティングされてるじゃないですか、うんうんうん、このメッキ剥がしたら多分 0.1g ぐらい軽くなるんじゃないですか、うん、あー、かもしれないですね。そんなに出したら削ったらとか言われる。確かに。まあまあ確かに。確かに。まあ一緒と、重さは。え、痛い。え、でもなんかシルバーと比べれば重いから。そうですね、そういう違いがあるっていう。違いはあるね、うん、なんか知らぬね。それちょっと、でも逆にシルバーが重い理由が知りたかったね。そうですね、まあ、顔料が。まあそうね、なんか重量あるのかなみたいな。じゃあ次、これはもともとはこれなんだっけ。ボディカッパーファング。カッパーファングか、わかんない。カッパファー。カッパファー。カッパファー。もともとのボディなんだろう。ホワイト&ゴールド。ちょっと待って、完全にイカやん。イカの。いいじゃん。完全にイカやん。姿焼きじゃないですか。イカや。イカ焼きやん。イカ焼き、イカ焼き、カッパパン。イカ焼き、カッパパン。あ、VZ の白、いい。よくない。
わかる。白 E。 白 E。 白色シャーシいいですね。 VZ の白 E です。 ABS ですか。 ABS ね。 ABS 書いてある。あ、ほんとだ。 ABS シャーシって書いてある、うん、いいね。金型は1番。金型が、あ、01、1番、1番、良い。後についたので、ここになんか仕切りのピッピーがあるんです。ああ、0番がないやつですね、うん、なるほどね、うん。まあ、特に変わりがあるのかないのかって言われたら、よくわからん。よくわからん。え、待って、5.1 ギアなのこれ。え、あ、ほんとだ、ギア比 5.1 って書いてある。ちょっと待って、あの、一気にコスパ悪くなった。すげえ。5対1や。待って、ローハイトダイヤで。ローハイトダイヤで。これちょっともういいですか、出して出しちゃって。ハードのイエロー、これあの多分ファイターマグナムとかに入ってたら同系色だと思うんですけど、このタイヤ色地なんで欲しいんですけど、5対1。いやでもね、俺ね、確かに小径5対1ってめっちゃ珍しいじゃん。珍しい、珍しいけど、これゾウさんだからパワータイプにしたんかなと思った。あー、なるほど。ゾウっぽいじゃん、うん、そんでハードタイヤなんすね。そう、ハードタイヤで5対1でパワーがあってずいずい行くよみたいな。コーナーでもパワーで持ってくぜみたいな。いい迷惑だ。これはね、ちょっといい迷惑だよね。ちょっとあの、せめてね、あの4対1とか。そうっすね。まあでもね、人形シリーズは、うん、ほぼね、これをこう求めて買う人はこれのために買う人多いのよ。ああ、確かに。これとか、こことか、うんうん、まあ、あとこの今回これですね、うん、これとかのために、まあ、買う人多いから、まあ、正直こことここだけ抑えれたらいいのかなっていうので、まあ本来じゃあ子供が遊ぶってなったらあんまり早くなくても面白いのかなっていうので、うんうんうん、まあ5対1でもいいのかなっていうところではありますけれども、あの本当にこの VZ とかで大会回したい人、あ、でもいい迷惑だこれ。まあいい迷惑だ。4対1までな、まあギリ使えるけど、とりあえずあれですよね、アケポンレースっていうか、うん、スグミレースでの選択肢からは一番最初に外れますね。外れる。ゾウさんはスグミレースで一番最初に弾かれます。弾かれる。タイヤ台形とかだったらまだ分かる、うん、あ、でもワンチャンはあるよ、もちろん。まあそうですね、うん、完走はできるでしょうね。そう、スグミレースの1枚着とか0着とかだったらゾウさんピックされる。圧倒的に強いですよ、うん、いきなりゾウさんがなくなる。いきなりゾウさんなくなる。家から店からいきなりゾウさんがなくなる。ロマモの5対1とか聞いたことない。それでもさ、企業努力じゃんこれ。そうですね、うん、てかいつもやってるさ、レースのレイアウトの逆走でスグミレースとかやったら0着出来上がるじゃん。出来上がるっすね。だからそこで使われるのはミニ四駆ゾウさん。ゾウさんちょっとうちの店舗ゾウさんいっぱい残っちゃったから売りてえなって思ったら、あ、はいはい、0着ね、あえて0着の状態逆走で行いますんでとか言って0着ですって言ったら、みんな一気にこのミニ四駆ゾウさん軒並み店からね。そう、20人参加だったら20個はなくなる。まず間違いなくこれしか走らん。そうで、あとゾウさん造形見ます。ほらなってる、ここ。ほら、ちょっと出す。ゾウさん、これ。そそり立ってる。パオンしとるな。そそり。これ、コースアウトした時にこう。折れる。絶対折れる。これなくなるよ、絶対。細いもん。グーンなってるから、鼻。グーン。あ、でも可愛い。可愛い、可愛い。可愛いよね。うん、可愛いっすね。可愛いけど、うん、グーンなってる。これでもちょっと一つ教えてもらいたいのが。ええ。コアラと鼻の部分変えただけじゃね。いや違うかもしれない。かもしれない。ちょっと待って、ここなんか口開いてんすけど、これなんかガンダムみたいになってるけど、ゾウさんあの、あの鼻の下らへん穴開いててガンダムみたいな。ガンダムのあの赤いの、赤いところつける。赤いとこつける溝みたいなのあるんだけど。何これ。つけれそう。つけれそうでしょ。さす赤いランナーとかしてさ、あのギュッといって削ってさ、突然ガンダム。いや、いいっすね。いや、かわいい。これこうでしょ、だって。そうっすね。お、いや、いいじゃん。いい。かわいい。でもさ、このゾウさんを乗せた時点で、その人のイメージ、ゾウさんになる。ゾウさん。
あの人ゾウさん。あ、間違いない。あれでしょ、ゾウさんの人でしょってなるから。そこはもうなんか自分のイメージと戦っていただきたいですね。そうですね。なんかこだわりで乗せる方いっぱいいらっしゃいますからね。そう、うん、犬とかね。ね。サイカさんとかで豚さんとか、ね。あ、はい、そうですね、うん。でも横とか向いてたし、すげえ可愛いんだよな。可愛いですよ。ね、ゾウさん可愛いね。マスダンパーにも使えますからね。本当だ。そう、サヤカさんとかね、キャッチャーダンパーの後ろのところにね、つけて豚、これがあれでもしかも速いんだよ、あれめちゃめちゃ速い、速い、バカ速い、びっくりした、バカ速いんですよ。2周目の加速鬼ですから、えぐい、えぐい、立ち上がり普通かなと思って、ね、1周目帰ってきた後の加速力ギューンとか、え、なにこれみたいな。そう、あれね、多分今日一番出てた。いや、出てました、うん、絶対出てた。もうね、本当に早かった。早かったあれはね。ピボットにしてなお良くなった。いや、良くなった、うんうん、S 字のウェーブのとこめちゃめちゃ抜け早く、パパパパパパ忍者かなんか住んでんのかなと思って、なんか今までスースースーだったのがシュッて、パパパパン、気持ちよかったっすね。うん、気持ちよかった。だからね、もう今日佐田くんは1完走しかしてない。そうですね、何時間走りましたっけ。まあ多分5、6時間は行ったんじゃないですか。ね、5、6時間 ね、もう必死に走って1完走。まあちょっとさ、それもさ、やろうよ。せっかくも来てんだからさ。そうですね、はい、ね、僕が気になってるのはこれ、うん、ゴールドの A パーツ、うん、これがどのくらいの強度なのか剛性なのかって、ああ、ちょっと見てみますか。気になる、うん、ちょ、開けていいですか。いいよいいよ。オープンザプライス。お、サダハル色出してきた。いや、毎回言われてるやつだ。さ、毎回言ってるたびにプライスってなんだよ。言ってます、毎回突っ込んでます。お、どう、柔らけ、柔らかい、柔らかい、わかんのそれ。わかるさ、 VZ のアドバンスパックに入ってた蛍光イエロー硬いんすよ。あー、クリアは硬そう、確かにクリアは硬い、うんうん、で、ABS も柔らかいんですけど、うん、より柔らかい感じがする。いや、触ればわかると思うんです。バンパーこれでいいのみたいな。確かにね、でも ここはさ、真ん中がさ、こうたさ、ね、止まるわけだからさ、この先でしょ、問題は。先は結構剛性あると思います。剛性あるから別にここが柔らかくても別に俺はいいんじゃないか派、うん、まあリアもね、ここから結局ここから先が硬いかどうかだから、ここから先は結構柔らかくて真ん中は結構柔らかい、柔らかいですね、うん、でもこの2点で止まっちゃうから真ん中がこうなりにくいじゃないですか、うん、ってなったらまあいいんでねっていう感じかな。まあでも硬いに越したことはない。そうですね、だからこれが柔らかいってことは、うん、抑えの A パーツも柔らかいってことになってくるんで、そこもね、結構ね、そのプロペラシャフトの受け側になる部分だから、うん、こたつにちょっと MS の旧シャーシ持ってきてくんね。 MS の旧シャーシ、うん、そんなことよりもっていうの見つけた俺。どうですか、ちょっと待って待つ。なんかランナーとかで触るじゃないですか、ちょっと AR の蛍光のランナーとかよりもちょっと粘りあるかなみたいな。粘りはる、粘りはる。じゃあちょっともうこたつさん来ないんでグレー開けちゃうか。もうよくね、こたつよくね、もうこれランナー埋めるとこゴールド買ってくね。うっ、もうなんであるの、これ開けたのに。こたつよくねとか言ってたのに。これさ、こたつさん、この、はい、ここランナー詰めるのさ、ゴールド買ってくね。あ、いいっすね、かっこいい。しかもここまっすぐが2本取れる。MS 用のまっすぐがここ。あ、ほんとだ、2本取れる。うわ、この色いいな。ゾウさんのために買ったここも使える。あ、ここも取れるっすよ。ここももう1本取れる。もう1本、あ、3本目、3本目まで取れますね。ここはどうですか、ここ足りるっすか、この長さ。あー、ちょっとかな、ちょっと足りない。あ、ジャストいけません、ジャスト、あー、いけません、ぴったりです。ね、あ、そういうとことかもね、使える楽しみ方もまた新しい色が出てくれば。確かに ね、いける、これは面白い。あ、ここも取れるんじゃないですか。あそこも取れそう、ここ、うん、いける。あ、ここが取れるって言い出したらこういう枠全部取れる。確かに。でもね、これポッチ型ですとちょっとやりにくいのよ、うんうんうん、だからまっすぐ取れるとこが一番やりやすいんだよね。そうですね、うん、ということで、まあ、今回ミニ四駆ゾウさんだったんですけれども、10点満点中の点数を1人ずつつけていただきたいなと思います。ということで、僕はですね、まあ、どういう計算方法をしているかというと、はいはい、はい、これがですね、1,2,3,4,5,6,7 全部欲しいものであれば基本的に7点つくと思ってて、はいはいはい、でそれプラス残りの3はあの個人的な
感度で、はい、まあ、見ていただければなというところなんですが、僕は今点数的には1、はい、2、3.5 ぐらい、3.5、うん、自己評価点が1点で 4.5、はい、4.5 ぐらいかなっていう感じでございます。でも正直これもね、これ 1.2.3.5 でしょ、はい、これいや 4.5 4.5 です。はい、貞治も、はい、じゃあ白っ子さん方式で、うん、まあ、採点するのであれば、うん、まあこれ1、これ1ですね、うん、でまあこれで2点じゃないですか、2? でこれが、うん、結構熱いと思ってて、うん、これ 1.5 1.5、 あ、自己評価 0.5 足す足します、はい、でこれで今 3.5 3.5 5.5 5.5、 これは結構個人的に嬉しいです、うん、色カラー的にも、うんうん、これで僕ハーフタイヤ作る時に、うん、個人的にですけど、うん、これで2、4、6、8本分取れるんですよね。あ、まあ、確かにね。これしかもこの蛍光色の黄色ってないんですよ、うん、ファイターマグナムとフェスタジョーヌかなんかにしか入ってなかったのが今回出たということで、うん、結構評価点は高いです、うん、で今 5.5 でしょ、 5.5 でこれがまあ 6.5 結構高い、 6.5 なんですけど、うん、問題はこれなんですよね、うん、これマイナス 1.5 ポイント、マイナスで5じゃん、5点です。おー、ギアがこれ、うん、まあ、仮に4対1、うん、まあ、超速だったら普通に1つく、1つきます、まあ、ベースで1つく、はい、ちょい速でもまあって感じですね、うん、せめて4対1入れてほしかったですね。せめて4対1だったら0.5 はつけたはず俺は、うん、5対1はもう本当にね特殊すぎて、特殊ですね、あんまり使い道守ってる人もないと思うけど、僕的にはマイナスポイント、マイナスポイント、マイナスポイント。じゃあこたつさんはどういう採点してくるのか、まあ初心者ですから、ね、そうですね、僕は本当にこれ 3.5 とかいいかも、ね、かっこいい、これイカが欲しいとか言う、イカ 3.5 とか、これだけでボディいけますからね、うん、乗ってればでも、ね、キャノピーのここだけ黒にすればキャノピーだとか言って、いやかっこいい、使い道はいろいろありますけど、ほらここにゾウさんこうやって乗せたらもう、あ、これいい、これでいける、ドキュンズキュン走り出し、ワッフー、うまぴょいじゃないですかそれまあ、僕はじゃあ点数をつけていくとすれば、はい、これを買う人ってやっぱり一番欲しいのってゾウさんだと思うんですよ、うん、もうゾウさんさえ手に入ればこれもう勝ちなんじゃないかなと思う、そう、だからもうこいつで僕の中では3点ぐらいあるかな、あーゾウさんパーツ評価点1点プラス自己評価点2点はそこで使う、そうですね、うん、これで3点があって、さらにもう色だけで言うとやっぱ白って使いやすいし、なんか何にでも合う色なので、うん、まあ、これ1点でしょ、1点、4点で、これ僕初めて見たんですけど、うん、普通にかっこよくないですかこれ、うん、カッパ、うん、めっちゃかっこいいじゃないですか、うん、かっこいい、これは 1.5 ぐらいあってもいいんじゃないですか、ほら僕と一緒ですね、 1.5、うん、まあ、あと他はちょっと僕使い道がよくわからないので、うん、まあ、これだけを点数にしたら3と1と 1.5 で何点だ、5.5点、5.5、僕の採点は 5.5 点です。ここら辺はもう評価点なし。なし。ここはなしと考えて。なし。欲しいもんさえ手に入ればとりあえずいいんじゃないかなっていう。なんで俺がこれに点数入れなかったのか、じゃあ説明させてください。あ、はい、ぜひぜひ。これのかっこよさって何ですか？色っす。色でしょ？メッキでしょ、はい、メッキです。メッキあるじゃないですか。俺たち接着剤とかで止めるでしょ、タイヤ。止めますね。メッキから剥がれて取れるんですよ、タイヤが。あ、だからこれメッキ削り取ってから新着で止めなきゃいけないんですよ。じゃ色は取れちゃうんですか？取れちゃう、取れちゃう。でしかもコースアウトして横だけ残しててもここら辺パリパリやって一部メッキじゃなくなっていく。え、それダサいの？そう、だから嫌な、俺は。歴戦の勇者感は出ます。歴戦の勇者感は出ます。あー、確かにね。そうそうそう、戦車的なやつを、ね、ね、作るんだったら全然ありかな。だからなんか新品で作ったマシンがどんどん汚れていくのが気持ちいい人は嬉しい。ティンバーランドみたいな人。そうそうそうティンバーランドタイプ革製品が好きな人とかは結構ちょっと興奮する。ああ、もう自分だけオリジナルの色になるってことですね。これはいけませんってなるホイールですね、そういうの好きな人は。ちょっとあのこだわりでやるとか、うん、はい、まあ、他とちょっと違う思考でっていう方はポイントはつきやすいのかな、うん、そうですね。俺みたいになんかこう黒とか白とかばっかり使う人は、はい、まあ、本当にちょっと使いやすいやつだけ使うみたいな、うん、なんか人からするとまあちょっと使いにくいのかなということで、じゃあさ、これ差し上げますんで。あ、マジっすか、はい、やった。
ね、めっちゃ嬉しい。まあ、今回は、まあ、こんな感じで終了させていただきたいなと思います。ということでこれからもね、貞原さんとのコラボ、まあ、何個か上がるかなというふうに思いますんでね、次の動画もぜひ楽しみにしておいてください。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちいちゃんも来てる。ちいちゃんも来てる。1号ちいちゃん、ちいちゃんが、ちいちゃん早い。お、ちいちゃん内側の方に切り込んでいったけど、ちいちゃんこれ、あ、ちいちゃん危ない。あ、さあちいちゃんどうなるか。あ、ちいちゃん危ない。危ない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 。ほら、ハートマークでこう、ほら、いおりちゃん、いおりちゃんで、これ今トップに出てるのはいおりちゃんじゃないですか。いった、いった、すげえ。いおりちゃんが来たー。何倍よ。あれ、当たるまでやれば負けじゃないですからね。そうですよ、負けてる時点でやめるから負けるんですよ。白子さん、すみません、お借りしたお金すべて失いました。